テレビアニメ黒執事の新シリーズ黒執事寄宿学校編の第2話あらすじ&場面カットが公開された。解禁されたのは5点。セバスチャンとシエルのカットのほか、監督製 P4 プリーフェクト4シンクの狐寮スカーレットフォックスの寮長であるエドガー・レドモンドとその寮邸のモーリス・コールの美麗なカットも公開となった。